日本終了が X のトレンド入りしたことが話題になりました。トレンド入りした理由が河野太郎議員の発言だったようです。河野議員が首相になりたいとアソ派議員に伝えたと読売新聞が報じたことで、それに対しての反応だったようです。大事なことなので5回言いますと、書き込み、その下に河野太郎が首相になったら日本終了と5回繰り返される形でした。これを多くの人たちが同じようにポストして、これが増えたためにトレンド入りしたと思います。自民党委員を名乗りながら、ポストしている人も複数いて、 河野太郎議員が首相になることに拒絶反応が出ているようでした。河野太郎が首相になったら日本終了とは、かなり厳しい言い方ですね。ちなみに、この日本終了ポストをした人物が、河野議員にブロックされたと報告していました。岸田首相の支持率が低下してきていることで、次期総裁の候補としても名前がよく上がる、河野議員の発言だったので、より現実味が増してきたと感じた人による反応だったのかもしれません。岸田首相はダメだけど、 河野議員が首相になるのはもっとダメということなのでしょうか。他にも、次の首相にふさわしいなどのアンケートで、石間茂議員や小泉慎二郎議員なども、よく名前が上がりますけど、ふさわしいという感じではないような気がします。皆さんは、どう思いますか